これでどうだ。おいで。今日の姪っ子はなぜかご機嫌斜め。こっち来てくれ。じゃあこれだ。じゃん。だって言う。みんなを笑顔にする力。ロッテモナオ。ウェブムービーの中にあった僕の思い出の品は、じゃん、小さい頃に撮ったビデオテープでした。こっち来てくれ。ポンちゃんもよかったね。りょうくんにありがとう。いいな。これ今お父さんの声です。何歳の誕生日なの？はい、じゃあほっちゃん、おめでとう。いいよ。でも歯が抜けてるかな。抜け替わりの年中年長ですかね、もしかして。非常に可愛いですね、ちっちゃい時。久々にこういう小さい時の、ビデオ見たんですけど、まあ、今でもなんかこう、まあ、兄弟の誕生日だったり、まあ、僕の誕生日今もう24になりましたけど、24ぐらい前になるとなかなかないですけど、でも小学生ぐらいの時まではなんかこう誕生日だったりイベントごとがあると必ずこう家族とか、おじいちゃんおばあちゃんおじさんおばさんが集まってパーティーはしてたかなと思います。これ弟ですね、一番下の弟です。8歳離れてるんですけど。弟を泣かせないでください。は？弟を泣かせないでください。あんですね、悪いことを悪いってちゃんと好きないといけないです。そうですか、わかりました。私はね、真剣に語ってるんですよ。わかりました。本当にわかりました。はい、もう映さないで。あのですね、悪いことは悪いってちゃんと言わないといけないんですよね。もう映さないで。似てません？似てます、本人なんだけど。今の VTR 見てなんで弟があんなに泣いてたかわからないですけど、でも僕と8歳離れてて、でこの真ん中にもう一人妹がいるんですけど、は4歳離れてるんで、結構年は離れてるんで、あんまり喧嘩とかはなくみんな大きくなったかなって感じはしていて、今では普通に3兄弟でライブにも行くし、僕のおごりで2人で3人とご飯食べてもするし、なんかずっと仲がいいっていう感じはありますね。そのみんな大人になってなんかこう外とかでなんかこう大人の会話が最近できるようになったので、ちょっとこの小さい時の映像を見ると懐かしいですね。もう一回弟とか妹に見せてあげたいですね。でも基本的に3兄弟めちゃめちゃ仲はいいです。